ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。旅の駅。はい、今日も始まります。今日はね、ドライブインシリーズをやろうかなと思います。懐かしのドライブイン、まあ現存してるやつ、やってるとことかやってないとこあるんですけど、ちょっとねドライブイン巡りしようかなと思います。はい、ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。自販機コーナーですね。こんな感じでございます。懐かしのドライブイン。これがいいかな。こだわりスーパースター。これ何が違うの？ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。ちょっとなんかドライブインっぽい、昔はなんか商店みたいな感じであったんですかね。ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。
ちもねドライブインだと思うんですけど、今は使われてないですね完全に。懐かしのドライブ。これが新しいトンネルですね。新トクラトンネル。この山の中の旅の駅。ドライブインシリーズ。懐かしのドライブ。はい、ね、平家ドライブイン、平家ベストプラザ、はい、健康食べる鳥取の味ね。すごいですね。まあなんか料亭みたいな感じだったんですかね。結構山辺料理、ボタン鍋、平家のそば、日本一の水、足湯無料。ここが足湯だったんですかね。お土産ね。いやーいいですね。ストプラス。はい、こちらもね、あのドライブイン流しそうめん、滝流しそうめんのあれですね。自動販売機も向こうあるんで、まあ、比較的綺麗なんで最近までやってたのかなと思います。これアイスクリーム、小倉峠名物流しそうめん、滝流しそうめん、はい、こんな感じでございます。あそこの滝流しでのやつですね、あれが。この辺はやっぱドライブインが多かったですね。なんかやはりそれだけ行き来があったということですよね。まあ、ここでね、あのバブルの時代はみんなここ寄って食べてたんでしょうね。いいですね、なんか串団子とか手作り笹餅、もう今とはなってはということなんですけど、すごいね綺麗な山で、で空気もねいいですね。いや素晴らしいです。素晴らしいんですけど残念ながらもうやってないとドライブということになります。懐かしのドライブ。はい、ここにもねドライブインがあります。流しそうめんのさっきの滝流しの下にあったんですよね。ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。うわー、コーヒーレストハウスみたいな、ね、感じでしょうね。なんか徳良園、なんか焼肉とかねありそうな感じでございます。終わろうと思ったらまたあるっていう。
ここは食堂みたいなね感じ、ここで作って作って、まあ、この辺でみんな楽しんでね食ったりしてたんでしょうね。ちょっと見えないかな。まあ、ここがねすごい大きな駐車場で、まあ、バスとかね来てたんでしょうね。おお、中身は何もないですけど、いやー結構廃墟感のある感じです。外側は結構綺麗だったんですけど、裏側見たら結構ね崩れかけてますね。で、神社が、こんなとこに、よいしょ、すごいですね、建物が、まあ、さらに屋根で守られてます。これ今初めて、多分雪とか守るためにこんな感じなんでしょうね。相当年季入ってます。結構謎なねエリアですけど、もうこれなんか登山道になってるみたいですね。名山、すぐそこに道があるんですけど、登山できるということでございます。ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。はい、またありました、ドライブイン。なんかそうめん多いですね、名物そうめん。今日やってないみたいですけど、普通ここはやってるみたいですね。今日はやってないんかな、うん、なんでここにこんなにドライブインがあるかとずっと思ったんですけど、住んでいくにつれてスキー場がねあるんで、何個かスキー場があって、多分その関係でこうやってあると思うんですけど、まあ、一応柵してあるんで入れないですけど、まあ、ここは開放されてタバコ吸える場所になってます。今日はちょっとやってないみたいです。ドライブインがありました。
昔ながらの。札幌ビール、生ビール、なんか、なんだろうこれ。ドライブインシリーズ、懐かしのドライブイン。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるいつも動画見てくれてありがとうございます。こ、はい、の動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。